こんな感じなんですけど、ピンで止めたらよかったな。よろしくお願いします。わーすごい、朝早いのに見に来てくれてありがとうございます。安定のハイボンバーです。あー地震、そうですよね。おはようございます。朝早いのに見に来てくれてありがとうございます。んでもなんか、あんま寝た感じはないですね。うーん、枝豆食べて待ってたんですね。あ、いいですね。朝枝豆なんかいいですね。なんか昨日の夜もそのやっぱアドレナリンでくしゃみ出る。おー、耐えました今。あのレナリンで、そう、あの寝にくくて、で朝方はなんかお腹がもうちょっと空いてて寝にくくて。でも寝ました。はい、あ、帰遅れてたんですね。あーでもなんとか無事で帰れてよかったです。ありがとうございます。昨日の夜の配信もね、皆さんいっぱいいろいろコメントしてくださったんですけど、あのあまりあの答えできなかったのもあって、すいません。楽しかったですか？本当ですか？嬉しい、ありがとうございます。え、お仕事中なんですか今？今日の楽しい思い出で頑張れます。いらっしゃって、ね、見えましたよ。はい、え、お仕事なんですね今。早い。体調ね、気をつけてくださいね。寝れてないと思うので、皆さんも朝早くて、多分今日はだって金曜日ですもんね。金曜日だから皆さん早起きわざわざしてくれてるのかな。ありがとうございます。皆さん無理しないでくださいね。でもそうです、私もちょっとこの後あのメイクしたりとかいろいろあるので、あの短い配信で15分にはですね、頃にはちょっと終わらせていただきたいので申し訳ないんですけど、で明日まあサマステさんだ。でもそう、昼なので明日は夜に配信多分する予定なんですけど、明日の方が多分余裕があるかな。夜作ですが今日頑張る。9連休いいな、それはいいですね。体調気をつけてね。昨日協定が3日前くらいに、ね、熱中症になって調子悪くて行けなかった。あ、そうだったんですね。そこ方針の方かな。ちょっとね、私もそれは残念ですが、今回はでもあの本当にありがたいことに TBS チャンネル1さんで9月23日だに放送していただけるので、それ見てね少しでも喜んでもらえたらいいなと思います。体調気をつけてね。ハチミツドリンクは炭酸飲料だったので、そうですね、私も飲んで知りました。でもすごく美味しくて、ハチミツの味がすごいめっちゃしました。だって
カビタさん、セカビタさんに、あの蜂蜜の味がするような感じの味でしたね。美味しかったです。昨日鶴川だったのでよく駆け抜けていきました。え、ごめんなさい、気づけなかったですか。あー、ごめんなさい、ごめんなさい。多分急いで、多分ステージに戻らなきゃと思って走ってた時ですよね、多分。すいません。そう、いや、台風も。皆さんも気をつけましょう。そうなんや。明日様しても、本当ですか。前ら辺でしたね、昨日。すごい。ありがとうございます。でもそうなんですよ、あの今日もすごい、まあ、ありがたいことで一日お仕事で、あの明日の復習が全然してないので、そうやばいんですよ。で今日もあんまりできそうな時間がないので、そう帰ってきて、もう多分そう夜な夜な頑張って振り返ろうと思うんですけど、もう力尽きたら、あの明日の朝早く起きて頑張るしかって感じですね。でも玉瀬さん嬉しいし、あの2部ね出させていただけるので頑張ります。お昼間だから、そうですね、皆さんの水分補給とか気をつけてください。月曜日は何ですか、ウィンクス何だろう、かわいいですか、ありがとうございます。市民課外近くでペットショップがあって、マニーズの子犬がいました。そうですね、かわいい、来たかったです昨日は来なかったですね。はい、あそこはあの一宮市民会館さんは、あの前なんかリハーサルで一回使ったことが、使わせていただいたことがあって、その時はね、そうなんですよ、だから行ったことはあったんですけど、ペットショップ屋さんが近くにあるんですね。 TBS さんだから再放送もやってくれるはず。ああ、確かに、どうだろう、結構やっていただけます。あのゼロボイさんとかね、そうでしたもんね。あったらいいな。TBS さんはね、毎回結構放送もしていただけるのでありがたいですよね。森田の限定カレーも美味しかったです。あ、食べていただきました。私もケータリングに出していただいた甘口を食べたんですけど、タンドリンチキンでしたっけ、あのあれが特に美味しくて、あのピリッとするんですけど美味しくてみんなで美味しい美味しいって言って食べてました。お久しぶりよ、こんな早朝ですか、早朝か、ありがとうございます。早起きなんですね、嬉しい。朝配信の間見ていただけるのかなそう、ここ行ってたんですよね。県外出張、大変ですけど応援してます。頑張る子、一緒に頑張る子。嬉しい、パチパチドリンクが一つ飲んで一つお土産に向かってきました。そう、パチパチドリンクもあの楽屋にその冷蔵庫があるんですけど、そ
こにいっぱい入ってて自由に取れる感じでした。皆さん買っていただきありがとうございます。ありがたいことに完売していただいて嬉しいです。ビブラート聞いてましたか？本当ですか？私はもうあんま分かってないです。あんま分かってないです。聞いてたんだ。あ、ウリキー飲めなかったよ。でも結構早い段階で完売していただいてましたもんね。ああ。ちょっとまたなんか劇場とかでも美味しかったから販売していただいたらいいですよね。いただけたらあのオリエンタルカレーさんみたいに。一番後ろ列まで来てくれてありがとうございました。あ、ねえ、そうなんです。あの1階の一番後ろの方も行かせていただいたんですけどね、よかったです。はい、あのその方にもお会いで行けなかった方本当申し訳ないんですけど、そうですね、地震、うん、気をつけます、気をつけましょう。そうですね、こんちゃー、おはようだけど。あ、視聴だったんですね。放送、あ、ぜひ9月23日です。放送は見てください。一日ハッピーになれます。はい、嬉しい。ただ今日はちょっと夜ができないので申し訳ないんですけど、あざさまして2回目の公演に久しぶりに見に行きます。嬉しい、ありがとうございます。頑張ります。ヘトヘトになってないので頑張ります。嬉しい、ありがとうございます。あの明日のサマセさんは配信もあのまだ多分券もチケットも買えますし、あの配信もあるのでありがたいことに、でちょっと現地に行けないって方もいらっしゃったら、あのあ配信でね見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。あ、ヤンヤムチキンでした、すみません。ヤンヤムチキンです、ココイチさんのカレーの、ハイツさん、すごい小鳥が鳴いてる、かわいい、小鳥が鳴いてる声がします、かわいい。あー、おやつさん、かわいいですね。明日でも夜でも見るよ。あー、ありがとうございます。5時前に起きて22時までに寝てます。うん、早起きなんですね。早いですね。あー、それ22時までだったら確かに私あの遅い時があるから、そうですよね。おはようございます。あ、そう、あとそうなんですよ、昨日発表があったんですけど、今年も文化人芸能人の多彩な美術展さんに出展させていただけることになりまして、そうなんですよ、ありがたいことに来月ですかね、来月か、また新しく、そう今回4人もね作品作らせていただいたので、はい、また詳しくX さんの方で SKE の方もね詳細をアップしてくれてたので、私もちょっとお知らせさせていただきますね。チェックよろしくお願いします。嬉しい。そう、昨日そのコメント見たりしたんですけど拾えなくて、 それもね言いたかったんです。あ、もう15分経ちました。817日連続もありがとうございます。あ、おパンチがついてます。おパンチです。あ、もうそろそろあれですね、
番近くにいけなくてごめんにゃん。体調に気をつけますね。珍しい、あせみさんはまだかな。東京なので、嬉しい、ぜひ。作品はですね、もう作らせていただいてるので、はい、そうなんですよ。あ、そうか、もう載ってるのか。あ、そっかそっか、ホームページ載ってるのか。じゃあ見れちゃう見れちゃうということですね。あ、おー、あ、熱中症も気をつけます、ありがとうございます。そうですね、今日も仕事の方も多いと思うんですけど、一緒に頑張る子です。じゃあ発動いきます。やこやー、ビーム、わー、あ、今早いの方ありがとうございます。からの、今日も一日頑張る子。昨日のパチキコン、パチ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 キコンでいただいた皆さんの愛でより、今日も一層頑張ります。じゃあ今日も頑張れ、皆さんも頑張れるように、今日も応援してるよ、横にゃんビームで応援してるよ一緒に頑張ろうねありがとうございます。では今からメイクしたいと思います。皆さん今日もありがとうございました。配信短くてすいませんが、明日は夜かな、やらせていただきます。サマステさんもよろしくお願いします。パチパチパニックいっぱい持ってますあ、朝から2019年方もありがとうございました。じゃあ準備してきますね、ありがとうございました。みんなも熱中症とか気をつけてね、ありがとうございます。またねー。